What's up guys? 今日はね、モジュールリワークということでちょっとやってみてるんだけど、何このクソ仕様。これさ、ストーカーとかさ、マジで回復モジュール積めなくなってんじゃん。何これマジで。これもう、あれじゃん。全部ナーフされたみたいな感じじゃん、これ。で、俺のこの、スロット3のこの、いや、ちょっとロッキーをね、ちょっとやってみたんだけど、これ前みたいにさ、オーバードライブじゃねえ、ナイトロキッド3つ積みとかできないんだね、これ。これさ、もう固定されちゃってんじゃん、完全に。で、これ解放するでしょ？これで、オーバードライブとかいらないじゃん、ロッキーにさ。これ何これ？クローキングユニットってあれでしょ、確か。いや、いらなくね、こんなの。ロキにいらなくね、こんなの。まあ、とりあえず、これ解放しないと、次は解放されないからやってみるか。で、あっという間にこの新通貨減ってくんだよね。何これ。いやいやいや、ないよ。まあ、とりあえず、どっちがいいかな。どっちもいらねえんだよ。まあ、クローキングユニットでいいや。はい、アンロック。100。アップグレード。はい。なんでオーバードライブまで勝手にアップグレードされてんの？全然わかんないんだけど。はい、アンロックと。で？これ終わり？終わり？これ。終わりか、これ。じゃあ、ダゴン行ってみるか。ダゴンは、うるせえ、この野郎。ダゴンはね、フォーティフィアだっけ？あれを3つ積んでたんだよ。これどうすんの？とりあえずベースでしょ？アンロック。はい、アンロック。なんだこれや。アーマーキットいらねえよ。あ、これ。両方勝手に、あ、何これ。はい。はい、はい、アップグレードね。なんかめんどくせえし、面白くねえな、これ。このアップグレード。で、俺確かこれジャンプユニットつけてたんですよ。ジャンプでしょ？はい、オッケー。アンロック、ジャンプ。あ？ジャンプで、ジャンプ。ジャンプする。あれ？なんでリペアになってんの？ジャンプ。はい。で、OK と。何これ？ディフェンスダメージディーラー。アタック。これ見れないじゃん。何を装備できるのか。なんだよ、これ。フォーティフィアどこなんの？これ。ディフェンスにしてみようか。これ見れないのも親切すぎない？アンロック。はい。これ、とりあえず俺がこれ装備してた、まずこれをアンロックすると。で、アップグレードすると。で、めっちゃ減ってくんだけど、新通貨。で、アンロック。よし。ま、これで一応、フォーティフィア2つ積みにはなったんだね。2つか。で、それから、うん、ん？アンロック、はい。なになに？これで終わり？ちょっと待って、これしかないの？これ、こっちにするにはどうしたらいいの？こっちにすると？ちょっと待って、今、吸い取られなかった、今。ちょっと待って、今、吸い取られたよね、今。新通貨全部吸い取られたよね。ちょっと待って。ディフェンス。はい。危ない危ない。まあでも一応、要は、3つ積みできてたパッシブモジュールが、2つ積みしかできなくなっちゃったってことだよね。でもそれだったらさ、ロキはなんでこれ2つ積みできないの？何？これ。じゃあもう一個ロキ行ってみるか。はい。はい、アンロック。アーマーキットでいいのかな？アンロック、アーマーキット、アップグレード、アップグレード、はい、アンロック。で、これはもうジャンプするしかないんだよ。もうジャンプ以外使い道ないからね。てかさ、せっかくモジュールをね、
作り直したのにゲームを一番つまんなくしてるフェーズシフトを残してどうすんだよマジで。バカじゃないのこの運命は本当に。アンロックされてるからジャンプ、はい、ジャンプ装備、はい、でこれディフェンスや、アタックにしてもナイトロキッド当てないからこれかやっぱり。でこれ何、これ何てかさ、ナイトロキッドなくしてなんでフェイズシフトなくしてないの。なんかつまんなくするものを残して面白くするものを消してるみたいなさ。え、なんだこれはマジで。いらないってこんなの。で、アンロック、はい。いや、ちょっとこれないな。全体的に全部ナーフされてんのと、え、なんでこんなことしたマジで。何倒したアンロック、これまあまあキットでいいのかな。これいらなくねこのベースの、これなんか必要ある、これこれ絶対いらないと思うんだけど。え、これだってアーマーキットとニュークリアしか選べないじゃん、これいらなくねこれ。え、どうすんだよこれ。まあ、とりあえずアンロックで、こいつ何装備したっけな、アドバンスリペアだった気がする。はい、終わり、え、終わりこれで。え、これさ、気圧めっちゃ弱体化されてんじゃないこれ。これは、はい、アンロックアンロックアンロック、アップグレードアップグレードアンロック。これ何装備したっけな、ちょっと待って、覚えた、覚えてないけど、ロックダウンではない。いや、このさ、このクアンタムレーダーもいらねえと思ってるんだよね俺、つまんないから。で、マジでなんでこんなつまんないもんばっか残してんの。これアドバンスリペアだった気がするな。まあいいや、あ、終わり。え、これさ、今まで俺が定義してたティア2とティア 2.5 の区別がなくなっちゃったね。グリフィンとブッチとかこの辺が全部同列になったわけだ。はぁ、あ、バカじゃねえの。これさ、めちゃくちゃやる気なくすでしょみんな。あー、ちょっと俺もこれは厳しいな。もうこのあのティア0軍団しか、しかもティア0軍団の中でもこのゲパルドとストーカー先生もまるでちょっと役に立たなくなっちゃったので、これいや厳しい厳しい。どうすんのこれ、みんなみんなどうするかね、コメント欄に書いてくれると助かるな。これ俺はちょっとこのゲーム怪しいね正直言って。こんな解約をするとはさすがにね。しかもこれ全体的にナーフされて全体的におとなしくなってんならともかく、フェーズシフトとかさ、なんかクアンタムレーダーとかそういうつまんなく、ゲームをつまんなくするものばっかり残してんだよね。さすがにこれは腹立つだろう。まあ、そんなわけで今回はここまで。じゃあね、またね、バイバイ。